こんにちは。サックスの川原塚裕二です。今日はサックスを演奏する上で、えー、表現方法のテクニックの一つとして、えー、絶対に欠かすことのできないビブラートについてお話をしようかなと思います。でビブラートってあのまあ音を揺らすっていうことなんですけどもどういうことをみんな言ってんのかなと思ってちょっとだけ YouTube を、えー、徘徊してみました。 まあそしたら、えー、いろんなアプローチの仕方がが、まあ、あるなあっていうふうには思ったんですけども僕自身今までビブラートの練習っていうのをちょっとしたことがなくてちょっと自分への確認方法という意味でも今回の動画を撮ってみようかなと思いました、えー、きっかけはビブラートってどうやるんですかっていう質問が来たことなんですけれども、えー、その方はですねなんかそのビブラートを一定にできないと例えば曲とかの フレーズの終わりでこう、揺らしますよね。揺らす時にこう「ー」みたいな感じでちょっと不安定になっちゃうっていうことだったので、えー、その辺をどういうふうにやってるんだろうどういうふうにしたらうまくいくんだろうっていうことをちょっと解説していこうかなと思います。でまずビブラートの基本的なことなんですけども、えー、やり方は大きく2つあります。えー、まずは息を強弱、えー 強い弱い強い弱いっていうのを作ってあげてっていうふうにやってるんですけどもこれ多くはですねフルートとか演奏すする時に僕は使っていますサックスの場合は他の皆さんも多分そうだと思うんですけどもジャンルに限らず顎をですねこう広げる戻す広げる戻すっていうことで。 ってやってる方が多いと思うんですよね。今ちょっと大げさにやってますけど要は標準の音程があって口を開けるということでピッチが下がるでまた戻すっていうことを繰り返してるっていうことになりますただ音程が変わってしまうので、えー、と例えばあのエレキギターとユニゾンでフレーズを吹かなきゃいけないなんていう時はエレキギターのビブラートって標準音程より上戻る上戻るなんですよ 弦を緩めるっっっててててこことがでできなないいのうう上げて戻す上げげ戻戻すす風になっちゃうのでだからユニゾンでビブラートをかけるとサックスは下がるギターは上がるっていうことでそこでちょっと気持ち悪いことが発生してしまったりするのでシビアなあのバラードとかのメロディーでギターとユニゾンしなきゃいけないような時っていうのだけ、えー、息の前後でこう揺らしししたたりりとかってていう風にしてたりしますこの辺はねあんまりやってる人がいないんじゃないかなと思ったりします。 基本的にはやっぱサックスの場合はこう広げる戻す広げる戻すっていうことなのでこれをどうしてるのかっていうのを、えー、ちょっと一通りお話ししていこうと思うんですけどもまず出しやすい音でいいです僕だとまあ真ん中の C とかですかね C っていう音をロングトーンして口をちょっとだけ開けますで音を下げるで下げる時になるべくこうちょっと緩やかに下げてみてください で緩やかに下げたらその状態でまた上げる戻すこの時に意識しなきゃいけないことは標準の音程があって下げますよねでまた戻しますよねこれの上と 下のこの幅っていうのは常に一定でないと下手くそに聞こえちゃいます今機械的にやってますけど戻したとこの音程と下げたとこの音程っていうのはこの波の中では常にこう一定幅でこれが下がりすぎるとこがあったり戻りきれないところがあったりしちゃうと「 すごく、えー、ちょっっっとあれってて風になってしまうのでそのでそビブラートのどれぐらい音程を下げるかっていうのはこれテクニックの一つなんですけどその曲によよるんですよね例えば激しいフレーズ激しいフレーズというかファンクとかのフレーズで、まあ、こういうのがあったとしたらこういう時は割とこうアップダウンが激しいしかも速い。 これピッチベンドも兼ねてますけどね。えー、でバラードとかで。っていうような時は割とこうその振幅,の幅が狭いですよね。あとその波のだんだん早く終わらせたりとか。 まあ最初ゆっくりから、ふーん、みたいに終わらせたりとかっていうのも、えー、テクニックの一つですよね。あの、クラシックとかだと、割とこう、 シボンプ一個に対して四つ、モモ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 ってずっと揺らしてたりとかするんですけども、ジャズポピュラー奏法の場合では、あまりそういうことはやらないですね。逆にそういうことをやってしまうと、あいつちりめんだなぁとかって言って、ちょっと現場では嫌われたりします。なので、ビブラートっていうのは、やっぱここぞっていう時にかける方がいいかなと僕は思っています。さっきのまあバラード、これ、あのローズっていう曲ですけど。<laughs> 各のノービブラートでも全然これ綺麗に聞かせることができるんですね。音量の大小、音色の変化っていうことだけでも全然表現力としてはついてると思います。ここにビブラートをつけるとして、こうやってしまうと僕的にはすごくやりすぎだなっていうふうに思ってしまいます。 ほん,のなんか各お尻にちょっとだけつけてあげるっていう方がうーんまあ個人的にはいいのかなと思うんですけどもこの辺はですねあの皆さんのセンスになりますのであの自分が信じる道を行ってほしいとは思うんですけども、えー、いずれにしてもちょっとやりすぎっていうのはあまり良くないかなとは思っています。あのやらなすぎっていう方が逆にあのストレートノートを貫いててかっこいいかなと思うんですけど。 あと音程がちょっとだけ悪かったりする時にビブラートをすることでまあうまくこう言い方悪いですけどごまかせるるっていうことがあるんですよねなので今ちょっとあれこれ伸ばしてるけどあれ周りとちょっと合ってないかもって思った時にちょっとだけわざと揺らしてあげて、えー、全体のハーモニーの中で自分の居所を探す、えー、探しやすくするっていうふうなことをしたりもします。 で、ビブラートの最初にあった質問のその一定間隔でできないあの安定しないっていうことを、えー、まず練習方法としては確立しなきゃいけないんですけれども、えー、メトロノーム鳴らしますよね。メトロノームを鳴らして、えー、メトロノーム鳴らしてみますね。今60です。 感じでまあ3連符とか16分音符とかまでまあ、やってる人もいますけど、えー、この一定にまず掴むっていう練習をした方がいいのかなと思いますただこれはあくまで口をビブラートっていうテクニックを使うための口の筋肉動かし方を学ぶっていうことなので実際の音楽を演奏する上で一定にやらなきゃいけないっていうことではないんですねその辺は自由だと思いますあの歌手の方のビブラートを聞いてるともう人それぞれ 人のの数だけけビブラートのかけ方ありますよねそんな感じでいいと思うので自分がこれだったら美しく聞こえてるだろうっていうものを目指してみてください。これは100%人の真似をする必要はないかなと僕個人的には思っています。でもしちょっと分かりづらいなと思ったらもっと大げさにやっちゃっていいと思うんですよね練習の時は。ちょっとこのピッチベンドの幅をちょっと大きくしてあげてでその 戻すところと下げているところの幅をこう一定にするそれ以上飛び出さないようにしてであとはビブラートのかけ始めこれを下からやるんじゃなくて上からやるのがまあ普通なんですけどちょっとだけこの今標準ピッチ下げる標準ピッチ下げるじゃないですか標準ピッチよりちょっとだけ口を力を入れてあげて上ずってから下げて標準ピッチ標準ピッチ ってやると割とかっこよくできるんじゃないかなと僕は日頃の中では思ってるんですけども、この最初の一発目をですね、ちょっと伝わりづらいかもしれないんですけども、ちょっとだけ上からこう始めてあげるようにするとうまくいくことが多いというかまあ自分が表現したいことがうまくできているっていうことが多いような気がします。 でこのビブラートっていうのは結局今顎の上下でやってますよね。で上下で使えるっていうことはこの中間的なところでどこでも出せるのでビブラート以外のテクニックこのウィーってこう音を始めてみたりとかその曲のフレーズの終わりでこうちょっとだけ音程を下げて。 終わってあげるとか、えー、こういったその管楽器でしかなし得ない特有のテクニックをえ使う時っていうのはこの顎の上下っていうのがとっても大事になってきますなのでビブラートをきれいにできる人っていうのはその辺も結構うまかったりします、えー、なのでこの顎をですね広げて ことがここから始まっているのでまず顎を上げた状態で音が安定するようにっていうのを心がけてみてくださいこの時に勘違いしちゃいけないのは前後に動かすっていうことです顎を前後に動かしてしまうとこれはどっちかっていうと音色のコントロールになりますので えーまあ、実際にはねこのビブラートを上下でしながら前後で動かして音色とともにビブラートをコントロールするなんてこともやるんですけどもビブラート単体で考えた時には前後には動かない方が安定すると思います。 ということで今日はそのビブラートのですね、まあ、かけ方というか考え方というか、まあ、第一歩、えー、これについてちょっとお話をしてみました、えー、本当はですねもっと奥深くいろんなことができるかと思うんですけれども、えー、その辺はですねまた追って続きの動画を撮ってみたいかなと思いますということで今日はビブラート解説、えー、第1弾ということでした、えー、もしこの後もですね気になるようなことあれば、えー、質問いただければなと思いますそしてチャンネルの方のチェックもよろしくお願いしますということで今日はどうもありがとうございました